皆さん、ハレルヤ。今週1週間も元気でしたか？それでは、お祈りを持って礼拝に入っていきたいと思います。愛する天の神様、今日も私たちが礼拝を捧げられるようにしてくださり、ありがとうございます。私たちの捧げるこの礼拝が神様の栄光となりますように、そしてこれからの信仰生活がより良いものとなりますように神様導いてください。今日の礼拝も期待します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは皆さん立ち上がりましょう。
主は緑の牧場へ導いてくれる。それでは今からは御言葉を聞く時間です。大きな声でハレルヤで先生を迎えましょう。せーの、ハレルヤー、ハレルヤー。皆さん元気でしたか？お久しぶりです。それでは今日も一緒に御言葉を読んでいきましょう。今日の御言葉は詩式6章16節、詩式6章16節です。主はギデオンに言われた。私はあなたと共にいる。あなたは一人を撃つようにミディアン人を撃つ。アーメン。ギデオンが生きていた時代のお話です。ギデオンの時代、ミディアン人がイスラエル人を苦しめていました。イスラエル人を救う獅子としてギデオンが神様に選ばれました。そしてギデオンを助けるために何人もの人が集まりました。しかし神様は、これは多すぎる。戦う勇気のない者は家に帰らせなさいとおっしゃったので、2万2000人が帰っていき、1万人だけが残りました。それでも神様は、これでも多いと判断されたので、家に帰すべき人をギデオンに示されました。そしてたったの300人だけが残りました。神様はこの300人の軍隊で戦うように言われました。戦う敵ミディアン軍はギデオン軍の100倍以上の人数が集まっていました。戦いの時がやってきて、ギデオンは300人の兵士一人一人に角笛と松明を与えました。敵ミディアン軍の宿営の周りを取り囲み、
ギデオンの合図とともに大声で叫び、角笛を吹きました。目を覚ました敵ミディアンの兵士たちは混乱し、仲間同士を倒したり逃げたりしました。こうしてギデオン軍であるイスラエル人が戦いに勝ったのです。幼稚部の高生くん、今日の御言葉どうでしたか？高生くんは高生くんより力の強い何百人の人と戦ったことありますか？もちろんそんなことはないと思うけど、もし戦うってなったらどうだと思う？勝てないですよね。ギデオンはこのような状況に立っていました。普通に考えてみると、300人の兵士よりその100倍以上の兵士がいる方が強く見えますよね。でも300人の兵士が勝利しました。これはなぜでしょうか？それは神様が共におられ、神様が成し遂げられたからなんですね。神様に不可能なことはありません。人数や大きさが重要なのではなく、神様が共にいてくださるかどうかが重要なんですね。また300人という少ない人数にされたのは、イスラエルが勝利したことによって自分たちの力ではなく神様が成し遂げられたということを分からせるためでした。今日の御言葉のように、人数が多いから強いのではないのです。神様が一緒にいる人は勝利を得ることができるということをいつも心に留めておきましょう。また神様に、いつも私たちと共にいてくださいとお祈りをしましょう。恐れる状況に陥ってしまった時に、神様が大丈夫なんだ、神様が一緒にいるから大丈夫なんだと確信できる幼稚部の皆さんになることを願います。それではお祈りをしていきましょう。お祈りの姿勢をとってください。神様、今日の御言葉をありがとうございます。今日の御言葉のように、神様が共にいてくださる人は勝利を得ることができるということを知ることができました。神様、私たちと共にいてください。また私たちに勝利と力を与えてください。神様に不可能なことは何一つありません。そのような神様を信じて、ただ前に進む私たちになることができるように導いてください。感謝します。これらの祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは感謝の心で捧げ物を捧げていきましょう。神様、感謝します。これから現金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様の名前でおします。アーメン。捧げられた献金のための祝福のお祈りをします。神様、感謝いたします。今日も子どもたちが心を込めて捧げ物を捧げました。主よ、子どもたちが最後まで後ろを振り向くことなく、ただ天国を見つめて歩むことができるように祝福してください。感謝し、イエス様の御名によって祝福しお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをもって礼拝を終わりにします。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。すべての栄光を神様に返しましょう。